はい、それではフォールアウト76やっていきたいと思います。前回バッジ獲得のためにウォーサーをしてました。で、あとはあれですね、核の発射のコードとかゲットしてました。ではじゃあ今回はよいしょ、BOS の本部行ってみようかなと思ってます。なので、どこだ、 BOS の本部、これ書くでしょ、あ、これだ、これ行きますよ、よいしょ。いやいや、暑いっすねいやもうきつい。なんで今回あれですね、エアコンを導入したんで、わーっと音がするかもしれないんですけど、ご了承ください。で、POS のやつは確か、なんかコードを入手するので確か言ってた気がするんで、ちょっと気をつけていかないと、強い敵がいるかもしれないんでね、パワーも来ていきます。よいしょ。そろそろあれだね、足も T のタイプにしたいけど、よいしょ。いやー、電池も切れちゃってね、ちょっとビビってましたけど、あ、武器装備してね、誰か戦ってる、まあ、とりあえず目的は中なの。ああ、なるほど。イベント始まっちゃったんだ。フラグがそんなにないけど、これあれなんですよ、バッツって、まあ知ってる人は知ってると思うんですけど、バッツやると壁をすり抜ける時があるみたいで、そのおかげで壁越しで撃っても当たる時があるっていう。いや、確実に当たるわけじゃないんだけど、なかなかね、なんか 5.56 そんなにないよね、確か。あったら持っていこうと思うけど、46発か。いいや、入ります。こっから初見だからな、気をつけていかないと、何が持っていくかわからないからね。
パソコンの音つけっぱなしでしたわ。ていうかこれ誰かが入った後だね。いやまあ助かるけど。はい。スコッチビーストが脅威の場合は屋上に何かがあるの？あれ、ゴースト終わっちゃった。まあ、いっか。あ、もうちょいこっちかな。違うな、もうちょいこっちだね。よし。うわぁ、重そうなのばっか手に入った。今やめてほしいのに。なんだろう。BOS が確保していた先進技術を安全な場所に保管しましょう。なるほどね。中には入れないよね。なんか音がした気がしたけど気のせいかな。あ、鍵。あれ、あ、レベルアップしてる。全然気づかなかった。あー、まあ、これが欲しかったんだよね。ほい、ロックピック、ちょっとしばらく外して、ロックピック、ロックピック、あ、こっちじゃねえ、これパソコンか。パソコンじゃねえ、ハッキングもつけとくか。3つ、あと残り3つ。うん、これかな、やっぱり回復量上がるやつ。だけいるんだよ。個人的には砂糖が欲しいな。最近レモネードを作るのがなんか凝ってましてね。その後ハードレモネードを作って酒に変えるっていうやつをしてるんだけど、砂糖ないね。てかここラットロチだらけだな。感じして外した。あれ、どんだけラットローチンだよ。で、ブラッドバグの音はするんだけど、どっちかな、左かな、右かな。お、あれか。よし、オッケー。まだいるな。管理からしてこん中だなと思ったらいねえし。
このハートがうっとしいわ。まあいい、やるか。うっとしいし。あ、ここ渡れない系のやつだ。あーっと、どうしようして変なとこ落ちちゃった。エレベーターで最上階に行く。今気づいたけど、そんなんでしたの。まあ一応確認しながら行きますかって。何にもね、開けらんねえ。問題はエレベーターどこだって話だけどね。歯音がうるせえ。まあまず虫が苦手っていうのがあるんで、虫は即始末っていう考えなんで、だから見つけ次第倒すし、下手するとフェラルグールとかよりも警戒しながら戦ってるかもしれないね。あ、デンジャーになったぞ。どういうこっちゃ。あれか。うわ、まあ、びっくりした。アリかよ。びっくりした。よいしょ。確かここにまだあれいなかったっけ。倒し損ねたブラッドバーがいた気がするんだよね。じゃねえか。あれ、上だね。大丈夫だよね。足元穴開いてるとかだったらたまらねえからな。なんもねえな。まず撃っちゃった。近いんだよな、ブラッドバグの音が。いないね。これな、もともと拡散しちゃうからな。しかもトラップ作るようだしな、もともと。うわー、えぐいわ。ちゃんと調べていかないとね。ネジが欲しいよ。セメント袋。
マイクロスコープはいいや。んで、虫の羽音がうっとうしいな。弾切れた。どんだけ外してんだよってぐらい外したな今。あれキシャーって出てくるかと思ったけど、ああまあいいや、それはまああとはよいしょ。砂糖ないね。レモネードはいいよ。あ、弾薬袋だ。これはもらっとくべき。いるんだろう。お、失礼。うん、虫が。リアルの方で虫に襲われるっていう。ぬかコーラ。あれだな、 BOS のアジトだけあって軍の弾薬袋多いね。本当あれだよね、アーマーの修理のパーツ出すから、パーツとして使わなきゃいけないから結構重要なんだよね。あれなんだこいつ、死ななくね。わ、なんだあれ、不死身かなんかかい。怖っ、なんだあれ、閉めとこう。まあ多分バグだろうけどね。なんかあれだな、上に行くのはあそこか。どこだろうなって言おうとした瞬間に見つかったからよかったけど。お、いいね、バラしとくか。敵がいるね、敵倒してからにしようか。なんかあれだね、 BOS の方もぐちゃぐちゃしてたんだね。なんかそのエルダーマクソンと連絡がつかなくなったりとかしてから。あれだね、なんかスコッチビーストに振り回されてるね。
どうせいるんでしょう。記者って出てくるんでしょう。あれ出てこない。まあ出てこないなら出てこないで別にどうぞって感じだけど、出なくていいですっていう。シシケバブね、手に入ったら面白そうなんだけどね。なかなかなんか見たことないけど、いらないね。そしてモッドが増えたね。あー BOS スクライブのやつか、いらないな。それなんかモッド増えたから、遊びじゃなくてモッドをぶつけようか。改造とレゾートベル、なんかつけついたけど、これか、これついてんの。何が増えたんだ。フロントサンサイドリング、なんか違うの。あ、これはついてるやつか、もともと。あ、大型バイオネット、うわぁ、えぐ、ドリルみたいなの、あるでしょ。うん、大型バイオネットか。これ先ちょっと取ろうかな。若干威力下がるんだよな。しかも重くなるんだよな。いっか、とりあえず。よいしょ。サブマシンガンをね、作れるようになったんだけど、そのサブマシンガン作る材料が足りないっていう、まあ、そこに行き当たってるっていうね、まあ、しょうがないんだけどね。キャプターゲロとか、ムムム。BOS に所属している方のみここを通過することができます。サイですか。そんなはっきり言われたな。この中かな。コクーン、まあ、ちょっと難しいかもしれない。コクーンだから、一番最初の C に当たりつける。あ、外れだ。一番最後の E。プラス1か、ちょっとあれだな、削ろうか。あとはと、こんなもんかな。せやな、こんなもんだね。そうだな。これか？違ったー。外したー。なんかここ武器庫か。なるほどね。とりあえずここ開けようと。トライバース。うん、なるほど。じゃあ値をつけるにあたっていいかな。いいじゃなさそうだな。
でもいいかこれ。あ、でも B じゃないね。ってことは一番最初のやつの当たりをつけるとしたら、これかな。当たった。ほいっと。じゃあ中を確認。ほいっ。サブマシンガン。バラそう。あ、38ミリ取っちゃった。いらないのに。ステルスボイか。いらんな。まあいいか。あ、売るか。この辺は。あれ、ここにあれじゃん。あるじゃん。監督官も蹴らなかったんだね。サブマシンガンをもらっとこう。ちょっと使おうかなと思ってたから。あと何か取ったっけ。特にはないな。ちょっと改造しよう。サブマシンガン、よいしょ。クラフトちゃうわ。そっか。ああ、これはめんどくさい。ガンスミスつけないと。はい。鉄鋼レシーバー。ネジがないのか。またそのパターンか。サプレッサーか。やべえ、なんか来た。やばい。とりあえず回復、飲み物で、飲み物で喉を回復で、ポテトじゃない。敵が来る。サブマシンガン、弾ならいっぱいある。下から来るのか。ついでだし、ちょっとネジ探すか。ネジがついてそうなものはあるかな。願わくばバラのネジがあると一番いいんだけど。パワー巻きを。よいしょ。
けるか。OK。よいしょ。こんなもんだろ。あ、ヘアピンと投げナイフ。珍しいもん。お、危ねえ。ここあれか。向こう側か。ビールハットはいいや。ハッピーおじさんになっちゃうからただの。よいしょ。おお、落ちた。さらに落ちた。おお、まあ、こんなもんか。よいしょ。そっか、こっちの方ってそういえば見てなかったね。来るかな。来ると思ったら来なかったパターン。この辺もらっとくかって。前進めねえな。よいしょ。まあ、いっか。これはいらんねえ。あれ、死んでる。砲弾はブロードサイダーだ。どうかな。ブロードサイダー好きなんだけどね。あ、撃っちゃった。間違えて撃っちゃった。終了でーす。死んでる。ないかな。ドッグフードはいただくぜ。うん、いいね。おお、ふわっと飛んできたね。強いな、サブマシンガン。いいな。まあ問題はサブマシンガンとかオートライフル系に対してパークが何もないっていう。ライフル系と一緒じゃない、オートマチックじゃない方のノンオートマチックの方のパークもつけようかなと一緒にね。なんか日本語おかしかったな。まあいっか。ちょっと待った。音が。このパチパチする音が好きだわ。じゃあ鍵開けよう。あ、ちょっと左かな。よし。こういうなんか子供閉じ込めてました感のある部屋は嫌だな。
きくないわ。影を感じるわ。その病院のね。いや、大具合のローストなんか食うのもな。まあいい、もらっとくか。これだけでいいや。デイトスープもいっかな。鍵か。鍵閉まってるとこ多いな、本当に。スプリングか。スプリングはもう、まあもらうか。普通にもらったけど。この部屋か。なんか足音が聞こえる。病院職員の帽子、赤なんてあるんだ。なんか白のイメージがあるからね。多分看護師さんがつけるやつだよね。あ、まあバファート持っていくか。グララ・デュランのメモ。ハーパーズ・フェリーはすごい戦場になったっていう話だけは知ってるけど、なんかヤバそうだよね。響きだけでもヤバそうだよね。とかだとまっすぐ歩いて、なんだこれ。なんかこう、分からんけど怖いわ。落ちちゃった。てかこれ下降りれるようになってたのか。さすがにやだな。サブマシンガンも消費率高いな。あ、間違えた。ブロードサイダーだっけ。まあ大砲。あー、いっぱい出てきた。おお。これまだいそうだな。実際こっちの方が威力高いっちゃ高いからな。まあ戻るか。ダンディーボーイアップル、やっぱりそっか。はいらねえか、別に。ちょっとあれだな、多くなってきちゃったから回復しとっか。よいしょ。おお、びっくりした。そうか、
回復したら時々出るんだったね。から行けねえや。あ、こっちじゃなかったな。こっちじゃなかったな。結局ネジ系のものはないよな。ネジ系ってなんだ。ネジ使われてるようなもの。なんとなくクリップボード取っちゃったし。あ、扇風機があった。あ、敵が来るような足音がしただけ。なんだかあれだね、悲しい話だね。まあ本当に人なんていないからね。ここいてもグールしかいないからな。さあ使ってみますか。よいしょ。新しい人材を登録する。ほうほう。迂回する方法ね。
この部屋、これか？なんか変なコンデンサって見えたな。あとなんかまだあんのかな。うん、上か。にはない。うん、メモか。なるほど、やっとか。どうまで行けばいいんだ次。キャンプマトリンドックとかやったな、さっき。これはいや、また後で。どこだ。これが、うん、マップに表示。なるほど。よいしょ。ああ、重いからか。困ったね。どうしようかな。しょうがないから捨ててっか。捨ててった方がいいんだろうな。シェフハットもそのうち見つかんだろう、また。ちょっとあれだな、ジャンキーまとめたらどのぐらい軽くなるかっていうのはあるけど、ギアとこれが重いんだな。しょうがない、置いていくか。あとは絶対なんか重いのは、スティームパックか。仕方なし、仕方なし。で、あとちょっと、あとちょっとなんだけど、あれだな、駅まで行って、あれをバラすしかないか。こっから近い駅って言ったらそこしかないしな。うん、どうすっかな。ラッドスタックの肉があるな。焼くか。焼いて重量制限を軽くして、それで良くなるかな。少しは先に進めるかな。そう、あ、でもあれか、駅まで歩いていくか。